インターネットレディオ GoodAir.com 熊本、大分、佐賀、長崎、福岡、宮崎、鹿児島県、九州、トークバラエティ DJ 健太郎、中村 1,2,3 着いた山江パーキング、めちゃめちゃ車おる。車にしよう、わ、どうしよう。きなり団子クランチ。時々食いたなんねんな。すいません、栗ソフトクリームください。はい、いくらですか？400円になります。はい、はい、はい、どうぞ。はい、あ、これか、うまそう。栗ソフトクリーム、栗ソフトクリームいただきます。あー、ちょっと後味栗。あ、でも全然うまい。うまいじゃん。あ、なんか、うわ、濃厚やね。ジャージー牛のやつに栗が入ってるって感じ、ちょっとだけ。うまい。山前パーキングに行ったらぜひこれを。はい、では、奥様へのお土産、赤牛ステーキ風プレッツェル、食いたいでしょ。こちらを食べていただきましょう。熊本限定でございます。ふっ、ふっ、プレッツェルって何？プリッツのこと？プリッツ、よいしょ。はい、こちらでございます。じゃあお前ほぼ食ったな、お前。感想をお願いします。一回口に入れたもん出さないの。匂いが、はい、匂いがどうなん？ビーフ、ビーフ、どうどう。てかほとんど食われてんだけど。どうすか、どうなんすか。余裕ええや。うん、赤牛、赤牛感ある。赤牛かどうかはわからないけど、赤牛かどうかはわからないけどビーフ感はある。うん、ああそう。味濃いね。味濃い、それ最初美味しいってこと？何かの味がする。いや、何かの味がするよ、食い物だから。いただきます。あー、なんかよくあるポテトチップのなんとか牛みたいな、なんとか牛のポテトチップスみたいな味がする。美味しいじゃん。うん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 、うん、大変美味しゅうございます。熊本限定だからね、180円ぐらいで売ってました。美味しいの、美味しいの。うん、美味しかった。はい、ぜひお試しください。旅続けて頑張ります。はい、お前のおやつ、餌まだいる？もういらない、もういらない、飽きた。次行こう。